はい、全身から。あ、ありがとう、かわいい。うん、指一つ一つ。ありがとうございます。自分にも。うん、めっちゃいい。足上げちゃってみてもらって。あ、そういうのね、助かる。いらっしゃいませ。これ何ジュリー、何これ、このポーズ何ありがとうございます。一瞬着替えたくないお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか私、ちゃんとというかバイトをしたことがなかったので、こういうのすごく憧れてたので、今日着られてすごく嬉しいです。今度なんかメンバーとまた絶対行くので、その時に、あ、私と同じ色合いの方だっていう見方になりそうです。楽しみにしてます。これのメニューも作るんです。そうなんですよ。私はチージュリーハンバーグっていうチーズハンバーグなんですけど、すごいハンバーグが大好きで、デザインにもこだわっていただいたので、ぜひ皆様お腹を空かせてきてください。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。予習してきました。他 の, コラボしてる方のホームページを確認してきました。いや、なんかこうやってお盆持ってました。そうね、バイトしたことないよね。あ、ないです。タピオカ屋さんで働く予定だったんですけど、大学生からって書いてあってダメでした。じゃあ、はい、お願いします。うん、めっちゃいい。うん、うん、あとなんだっけ、いらっしゃいませ。ナイス。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。いかがでしたか。はい、初めてユニフォームを着させていただいて、もうこの、ね、帽子がずっとかぶりたかったんですけど、もう本当に楽しみすぎて、カフェ、コラボカフェがずっとやってみたかったので、メニュー名も出させていただいたんですけど、気合い入れて家族で会議を開いて、めっちゃヘンテコリーな名前をね、いっぱい作ったので、3つ出してどれになるか分かんないんですけど、どれになるか楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひ皆さんも遊びに来てください。あ、めっちゃ可愛い。あ、いい、めっちゃ素敵。うん、ありがとう。ラッサーっていうのか。うん、じゃあこっち振り。うん、ありがとう。あ、そういうのもある。うん、かわいい。両方。中井さんもいこう。2、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 
当にあのいろんなこうポーズ、いらっしゃいませだったりこちらへどうぞみたいなポーズをこうたくさん指定していただいて、バイトをしてるような感覚になりました。どうですか、その制服着てみて。で本当にもうなんか今にでも働けそうな、私バイト経験ないのでなんか嬉しいです。コラボメニュー、どんなものですか。私のコラボメニューはほがしブリュレです。私大好きなので、もうたくさんの方にあの食べていただけたらなと思います。楽しみにしてます。はい、ぜひお楽しみに。お疲れ様です。ありがとうございました。かわいい。ナイス、ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。このエプロンがすごい自分がバイトしてた時のこととか思い出したりして、なんか懐かしい、勝手に懐かしい気分になってるんですけど、あの一回働いてみたかったんですよ、高校生時代。はい、なんか本当に面接行こうかなって思ってたぐらいで、これ切れて嬉しいですし、自分考案のメニューとかも出していただけるのが本当に嬉しくて、ちょっとみんなのメニューワクワクしながら待ってます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス、その表情もバッチリ。かわいい、ナイス。いらっしゃいませ。左よ急に言われてる強い見られてるから。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。でもとっても楽しくて、今まで友人入る前にアルバイトしていただいてたこともあるんですけど、こういった可愛らしいというか来たことなかったので着れて嬉しいです。コラボメニューは、私の大好きな、味噌ラーメンを提案させていただきました。スイーツ限定なのかなと思ったんですけど、ラーメンも OK でした。楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ドキドキしたんですけど楽しかったです。すごくで、これがスイパラさんのグッズとかになると思うとちょっと恥ずかしいんですけど嬉しいです。なんか私のコラボメニューがクマさんのメロンソーダみたいなやつなので、これはクマさんを意識した髪の毛です。私すごいメニュー名を考えたんですよ。アオさんにメロメロメロンソーダ、クマタンシェフ渾身の一杯です。クマタンシェフ渾身の一杯は横にヘニョヘニョがついてこういうやつです。はい、天才的なメニュー名我ながらと思っております。なるほど、楽しみですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今度来たくこれはカンバチだったんだよ。はい、カンバチ。カンバチ。カンバチ。カンバチになりました。カンバチになりました。初めてお話をお聞きした時も本当に嬉しくて、もともと家族と一緒にスイーツパラダイスさんに食べに行かせていただいていたりとか、あとは私がニア充になって初めてメンバーとご飯行った場所がスイーツパラダイスさんで、そこで初めてあ、みっちゃんってこんなにたくさん食べれるんだっていうのを知ったりとか、初めてみんなでご飯を食べながらいろいろ話したりっていうところもスイパラさんだったので、そんなスイパラさんとコラボさせていただくというのが本当に幸せでいっぱいです。とメンバー のコラボのメニューもそれぞれあったりして、私もすごく好きなドリンクになったので、皆さんにたくさん楽しんでいただけたらなと思います。お楽しみに。ありがとうございます。うん、そういうの、あ、ナイス、めっちゃ可愛い。うん、ナイス、かわいい。ナイス、かわいい。スマイル。
あのこの帽子もあのスイーツパラダイスって書いてて、なんかちょっと本当にバイトしてるみたいで、なんかウキウキルンルンで、みんななんかシャツの柄間違ったりとか帽子の柄間違ったりとかして、なんか完成がすごい楽しみです。とっても考案したパラフォーミニー、はい、私は、カラフルゼリーが入ったジュースになりました。結構カラフルなものを普段あのから食べるので、メンバーとかにも、いや前はいっぱいカラフルな食べ物の方がいいよって言われたので、私も確かにそうだなと思って考案させていただきました。カラフルなものって何食べてるんですか？海外のお菓子とか、あとカラフルな、なんか飲料とか、なんか結構色がついてて、なんか心ときめく食べ物が好きなので、メニュー見るの楽しみにしてます。とっても楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ナイスナイス。帽子触ったりも、あーめっちゃいい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ的な。ありがとうございます。あ、そういうのもバッチリだったよ。こちらいかがでしたか？ですね、あのたくさん声をかけていただきながら楽しく撮影できたんですけど、いざこういうちゃんとした格好をするとなんかまた緊張感が違いますね。楽しいですけれども、なんかちゃんと商品を、ね、お届けできるように頑張らないとなと思ってます。タイミルクティーを自分では考えたんですけど、私がタイが好きなんですね。なのでタイ料理を作りたいですっていう風にお話しさせていただいたら、タピオカが入ってるタイの伝統的なミルクティーをプロデュースしますので、ぜひ飲んでください。楽しみにしてます。はい、うん、めっちゃいい。かわいい、ナイスかわいい。ナイスかわいい。あ、そう、ありがとうございます。せーの。ナイスか。ナイスか。よし。撮影の方いかがでしたでしょうか？はい、もうとってもこの衣装もすごくあのカラフルで、結構いろんなメンバーでシャツの色も違かったりして可愛いですし、すごくスタッフの皆さんもすごくあの楽しい雰囲気で撮影させていただけたので、とても嬉しかったです。ナイス可愛いで、ね、初めての新しいワードを生み出しました。カラボメニューどうなんでしょうか？はい、私はすごくすごく抹茶が大好きなので、それと抹茶をコラボさせていただいて、名前がゆうかのめっちゃ抹茶ハマっちゃうラテをあのコラボカフェでさせていただきます。もう皆さん抹茶をすごく堪能していただけるラテになると思うので、ぜひ飲んでください。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。ナイス、せーな、いや、うん、だねー、はい、あー、バッチリ、それいいね、うん、めっちゃいい、はい、いらっしゃい、これ可愛いですよ、ロゴが、楽しみです、完成が、はい。オッケーです。ありがとうございます。お疲れ様でした。いかがでしたか？それ制服も着させていただいて、その帽子とかもロゴもめっちゃ可愛いですし、なんか私は実際にバイト経験があるので、この制服の姿がすごいなんか懐かしいなってあの思いました。あのスイプラさんでは働いてないんですけど、あの飲食店で働いてたので、なんかあこういう感じでやってたなって思い出して、すごい懐かしい気持ちになりました。コラボ商品、それも完成が楽しみだなって思ってますし、これがグッズになったらどんな感じなのかすごい楽しみです。ありがとうございました。
もう時間ありますハートポーズとかももらってくれちゃった。うん。サンキュー。サンキュー。うん。じゃあちょっとパッチフリー。うん。はーい。いい感じ。うん。はい。正面でいこう。ナイス。両手ポーズ。はーい。いらっしゃいませ。いや初めてのなんかアルバイトしたみたいななんかもう感じが出てますけど、初めてこういうエプロンとかも着ることができて嬉しかったです。もちろんバイトしたことないですね。ないですね。もう初めて、いらっしゃいませみたいなパワーズも初めてしたのでなんか新鮮でした。店舗でも着る衣装とか制服、はい、あ、そうみたいですね。可愛いですよね、チェックが。なんかみんな、色とかチェックみんな分かれてるので、私は赤のチェックでした。ありがとうございます。